ぬるにん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 いや、その挨拶ですぐ切る人いると思いますよ。ん？キュウエ、来てよ。いや、ぬるぬる言われたから来たの分かってましたけど、大丈夫ですかね、その登場で。知らん。いや、知らんって。まあいいや、テラさんどうなってるんですか？全く来なかったんで情報入ってないんですけれども。テラは、イダルゴ州に新薬の申請をし、今は待つしかない状態になっている。いやー、そっか、申請してもあとは承認を待つだけなんですね。まあ承認までだいぶ時間かかるんですよね、おそらくね。それはそうとも限らないと私は考えているがね。なぜなら、もう今すぐにでも薬を使いたい人たちがたくさんいる。そんな中で審査に時間をかけるようだったら、これまでの最速の動きが全く無駄になってしまうだろう。あ、確かにそうですね。失礼します。おう、セネカ、戻ったのか？はい、ただいま戻りました。イダルゴ州知事の協力のもと、新薬の申請をしてまいりました。これであとは待つのみで、我々の勝利が確定することでしょう。ところでセネよ、なぜメキシコに申請するのではなく、イダルゴ州に申請したのだ？はい、それなのですが、まずメキシコではなくイダルゴ州を通して、そこで治療薬を使っていくことにより、メキシコでも確実に申請を通していこうという戦略に切り替えております。まずはイダルゴ州知事の力でイダルゴ州を通していくことが万全の策なんではないかと私も思ってございます。なるほど。では確実にイダルゴ州は通してこいよ、せねよ。さもなければどうなるか分かっているね。分かってございます。なんとか私も力をフルに発揮して通してきますので、どうぞお待ちください。それよりも今日はこいつを連れてまいりました。誰だ？はい、プロメテウスでございます。プロメテウス？お前それは新薬の名前ではないのか？はい、こいつが生み出す薬がプロメテウスになります。どうぞご覧ください。何ない？さあ作ってみせろ。おう、何やら地球に似ているね。はい、地球には似ていますが、地球にはあらずです。世界を救うためにこういう形をしております。我々の技術、そして知識を一つ加えることでこうなります。何？おお、薬のようになってね。はい、このプロメテウスが今後世界を救っていくことになるでしょう。期待しててください。プロメテウスまで登場してしまったし、内容がちょっとごちゃごちゃしてわからない。皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。今回完成したプロメテウスがなぜ世界で取り上げられてこないのか、日本での報道に出てこないかは、ちょっと私もよくわかりません。もしかすると何かの圧力や、まだ怪しいと思われている可能性はあるんではないかと思っています。ただし、何か動きがあれば、今日発表されたロシアのワクチンのように、いきなり情報が出されるかもしれません。どうぞ期待してお待ちください。では、また明日以降にお会いしましょう。プロメテウスが承認される日は近いかもしれませんね。